はい、ということでね、いつも通りね、公園に来たんですけど、今日はだるいっす。今日本当にね、動くのマジでだるいっすね。いつも通りここまでは、とりあえず家の中でもだるかったんですけど、外までは行ってみようということで、とりあえず外に出たんですけど、もうこっちに来たら、なんか体がもう動かないというか、なんだろうな、今日いつもと違うんですよね。いつもだったら、ちょっとめんどくさいけど、やってやろうって思うんですけど、今日本当に体がだるいというか、でも体調悪いわけじゃないんですけど、気持ち的にも落ち込んでるというか、最近のうつっすね、今。これちょっとしたうつっすね。はい。このチャンネルではね、僕のリアルをね、届けていく。ということでね、こういうめんどくさい時とか、そういう時もね、届けていかなければならないと思ってるんでね、今、動画を撮ってるんですけど、どうしようかな。この気持ちが回復するのかどうかっていう、感じですけどもね、はい。でもね、とりあえず来たからね、何かしらね、動いて帰ろうと思うんでね、ここだけ入れて、頑張って動いてやろうと思います。ただね、ここから、もう立てないんですよね、はい。もう立てないです。もうケツにね、くっついてるんじゃないか、アロンアルファがくっついてるんじゃないかっていうぐらい、この巨大なケツにくっついてて、もう動けないんですよ、はい。とりあえず、じゃあ立ちますわ。よっしょ。なんでこんなにだるいんだよ。こういう日あるっすかね、はい、たまにはありますよね、はい、たまに来るやつですね、だりー、外に出れただけいいっしょ。本当にだるくね、あっちでそのまま寝ちゃうんですけど、ね、今日頑張って外出れたし、そこはそういう自分はね、ここでね、自分のことを責めてはいけないんですよ。これ自分のことを責めて、自分は何なんだっていう、そうなっちゃうとね、もうこれから先どんどんね、続かなくなって、本当の鬱になっちゃうね。ここでね、今日ここの、外まで来れた自分をね、誇ってね、これ次切り替えようと、そう思えるね、はい。とりあえずもう立ちますよ。おっぱい。よし。とりあえず、立ったさ、じゃあ、自分のできる範囲のこと、少しでいいんでね、動いていきたいと思います。はい、はい、ということで今日は、ラストここのまっすぐな道をダッシュして、終わりたいと思います。はい、今日はなんだか体がだる重。そんな時はこれアリナミンウォーバイ。とりあえず一回、寝ます。はい、ということで今
すごい寝てて、起きたんですけど、今日はちょっとだるくて、朝練習でだるい時っていうのは、たまにあるんですけど、そういう時は、僕はなんか無理によし頑張ろうって思うんじゃなくて、なんていうかそうやると結構メンタルくるんですよね。仮にそれでなんか、自分の思う通りになんていうか練習トレーニングができなかった時にその反動が強くて、うわもう俺はもうダメだみたいな、感じの、 自己嫌悪に陥るんでね、そういう僕はやりたくない時は、やらないんではなくて、もともとやろうとしてたトレーニングがあるとしたらそれを1段階落としてトレーニングをするように決めてるんですよ、はい、そうですね、妥協策をここに用意しといて、僕は大体少し、ボールを触ってドリブルしたりリフティングしたりで、あとは最後ちょっとジョギングしたりみたいな、そういう風に、体はゼロには落とさないんだけど、その20とか30ぐらいのメニューを1個用意しといて、それをとりあえずだるい時は、こなすっていう風にしてますね、はい、そうすればなんていうか、気持ち的にもその体的にもこの0か100かというそのそういう世界じゃなくて、なんていうか20でもやっとけば、その次の日、またつながる次の日につながるような、体のコンディションもそうですし、その心のメンタルのコンディションも、保つことができるんで、僕はそういう風に、して、今日を乗り切りました。はい、で、まあ、寝たらね、少し元気が出たんで、そうですね、今から動画編集しに、ジョナサンの方に行っていきたいと思います。よく来るんで、あ、もう慣れました。覚えてください。でももうテキパキしてるんで、もう慣れました。頑張ります。頑張ってください。じゃあ、また来ます。はい、ということでね、ジョナサンとね、店員さんともね、無駄な絡みをしたということ。はい。でも人はね、最近入って、僕、ジョナサンよく行くんでね、新しい人が入ったらすぐ分かるんですよ。で、結構美人な人だったんでね、うん。これからジョナサンにもね、通っていきたいなと思いましたね。はい。はい、ということで今日も少し時間があるんで、恋愛雑学の方紹介していこうと思ったんですが、いつも恋愛雑学だと多分退屈だと思うんで、今日はですね、僕の好きな、アイドル紹介ということで僕の好きなアイドルを、紹介していくというコーナーなんですが、僕は多分動画で何回かアイドルが好きだとか言ったことはあると思うんですけど、そこまで好きではないというか、そこまでガチじゃないというか、ネットで見たり探したりだとか、あと動画で見たりして、あ、この子可愛いなとか思ったりはするんですけど、そこから先そのライブに行ったりだとか、その握手会に行ったりだとかっていう、そこまではしてないんですね。そんな感じなんですけども、紹介させていただきます。で、まず第1回目の第1人目、生田絵梨花ちゃんです。ということで、多分ここの人は、僕が何回も、動画の中で言ってるんで分かると思うんですけど、その乃木坂46の生田絵梨花ちゃんですね。多分いくちゃんっていう愛称で親しまれていると思うんですけど、親が来たかと思います。生田絵梨花ちゃんは、僕は何が好きかっていうと、そのもちろん顔はまず大前提として、可愛いっす、はい、顔可愛いんですけど、それプラスアルファで、その天然キャラ、天然でなんか失敗したりだとか、たまに変なことをやっちゃったりだとか、そういうとこがまず可愛いっていうのと、それプラスアルファで、まあ、それだけだとちょっと物足りないんですよ。それにプラスそのピアノがすごい弾けたりだとか、ミュージカルですごい演技ができたりだとか、歌が上手かったりだとか、そこのギャップですよね。なんだかその天然で、なんか頼りない部分があるんですけど、そこのギャップで、やるときはやるぞという、この非凡な天才がを見せつけるという、そこの部分が、僕は好きですね。はい。なんでこの生田絵梨花ちゃんとこう会うためにね、今後も僕はサッカー選手になったり、YouTube でも、頑張っていこうと思ってます。Thank you.
愛は喜びが溢れている物語はいつも果てしない青